ローリングスはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスのスポーツ用品メーカー。1887年、ジョージとアルフレッドのローリングス兄弟によって設立された。野球用品メーカーとして最も歴史が古く、グラブの進化とともに成長してきた会社でもあり、デレクジーターを筆頭に現在も多数のメジャーリーガーに愛用されている。日本では アシックスがローリングスと2012年までライセンス契約を結び製造・販売を行っていた。ミズノ、Z、SSK などと並ぶ野球用品メーカーとして日本でもおなじみである。デレクジーターローリングス設立以前、1877年に製作し販売したグラブは手のひらを皮で覆うだけだったが、1886年には、 指先まで隠れるパッド入りグラブを製作し、それによりワンハンドキャッチが可能となり、当時野球界の話題となった。1887年、セントルイスにローリングス社を設立。すでにグラブ製品に関しては網羅していた。1920年、セントルイスカージナルスの当手ビルド奥のアドバイスでウェボ付きグラブが誕生した。そのおかげで補給技術は 格段に進歩した。1947年に、ローリングスの制作したグラブ職人の名前を冠したモデルが制作され、現在のグラブにより近づいた。1957年には、守備プレーを評価するための賞、ゴールドグラブ賞を設立。それ以後、様々なグラブが制作され、日本球界やアメリカのメジャーなどの選手たちに愛用され現在に至る。 1976年にアシックスと業務提携を結び、1978年には横浜太陽ホエールズのオフィシャルスパイクサプライヤーとなる。翌1979年には本格的にローリングスの野球用品が日本で発売されるようになる。2012年6月、アシックスは同年末限りでローリングス社と36年間続いていたライセンス契約を終了し、 2013年度以降、アシックスブランドに統一すると発表した。一方、ローリングスは日本法人を設立し、2013年よりローリングスジャパンとして日本での事業を開始。ありがとうございます。